僕が母のお腹にいるときに、一回だけライブに行ってるみたいで。12年ぶりにライブを。見に。そうだね。<laughs> マシャザライドみたいな感じのことってことですか。ライドしていいですよ。<laughs> おい、オーディエンスしてます。<おい S 2> 足りないな。<laughs> <laughs> ライブフィルムっていうとライブだけ映したりとかすることもあるわけですけど最初にですね僕がそのこのライブフィルムのお話をいただいた時にえーライブを映画にするっていうことに対しては非常に消極的でしたというかあの何でやるのぐらいの感じでしたスタート地点としてんでライブはライブが目的なんでそこに来ていただいて僕らも生演奏してそれがもう完成到達点ピークである というふうに思っていたんでそれをわざわざライブで、えー、映画にして映画館で見てもらうことにどういう意味があるんだっていうところから始まったんですね。だけどまあとにかくと撮らせてくださいと、まあ、撮るだけ撮って最終的にやっぱりやめたってなってもいいんで撮らせてくださいっていうふうな熱意を持っておっしゃってくださったので分かりましたとじゃ撮りましょうと,ということで撮ってでえひれくんのパートは。 そうは言いながらも映画にするんだったら、まあ、こういう立てつけ物語があった方がいいなと映画なのでやっぱり物語があって初めて映画だなと思ったんでその物語の部分も担ってほしいと思って、えー、出演していただきましたでその物語というのは、えー、映像的なまず表現で考えたのが、えー、ワンキャメでワンロールである一人の少年が。 武道館に入っていって客席に座ってそこからその少年の頭の中でステージどんなステージかなとこういうステージなんだろうなきっとでメンバーが出てきたらこういうことになってこんなふうに始まってっていうその少年の脳内をまずオープニングで表現したかったでその少年はあの誰がいいかってなった時にそれはかつての僕僕があー初めてライブを見に行った時の感覚 うーそして、えー、音楽に憧れてたまだ当然プロになる前の10代の頃の少年福山っていう人間があその少年が、えー、今54、うんまあ、ですけどものステージを見に行く会いに行くっていうそういう時空を超えた音楽ならではの時空を超えた表現ができないかなと。 いうふうふに思ひら、えー、平井君に、まあ、私の少年役をですね少年時代役をやっていただきたいでこれはなぜそうなったかというとご存知の方もいらっしゃるかと思いますがあのドラマ「ラストマン」で、はい、南宏美役をやらせていただいた時の僕のその南宏美の少年時代がひ井君だったんでそこからこう地続きではいそういう。 はい流れ,流れになりました流れになりましたというかまあまあ平井以外はもう考えられないちょっとまあ平井君聞いたいまちょっとすごく嬉しいです、ね、ありがとうございます <laughs> 正直そのオファー来た時どう思ったんですかこういうねライブフィルムで、まあ、福山さんの少年時代を演じるんだよってそういうあのオファー来てるよって聞いた時はあの急にスケジュールのところに福山さんって入って福山さんって入るんですか福山役だもんあそうか <laughs> 南ひろみじゃないもん、そか <laughs> 福山さんって書いてあって、そうあれ、すごくびっくりし、ししたんですけど。<え>あの、こう、福山さんご本人から、こう、声をかけて、いただいたっていうのが、また。も,もう、さらにびっくりしましたし、すごく嬉しかったです。はい。<laughs> 音楽が好きなんですよ。てか、音楽やってるんですよ。あ、ギターとかいい?。ちょっと、ちょっとだけ。<laughs> ギターも弾くし、あと。 ピアノも一緒にやってんだよ、ねはい、あのー、ラストマンの最後に、あのー、最後のシーンのあたりかな撮っててで平木君も練習したんでしょあのカノンはねもともとピアノはやってたのあやってないですあじゃあ,あの時あのドラマの時にちょこっと練習して全然弾けちゃうわけあ<ー>カノンはい、はい、で連弾したわけはい、はい、僕があの時僕コード弾いたんだよね ひらくんメロディー弾いたんだね、はい、カノンのうん、うん、ドラマのシーンじゃないんだけども、はい、休憩中っていうか合間に、はい、一緒にやったのよじゃあすでにすごいあの一緒にもうセッションしてるのセッションしてるのだ,だって今の福山さんの曲弾いたりとかあのギターで弾いたりしてましたよねなんかねそうですあれんううですかあれあの福山さんからピックをもらってその<あ> <laughs> そうなんですあのピックいただいて大切に使ってます 『少年』っていう曲を弾いてくれてて、はいはい、その動画をさっき福山さんちょっと見てましたねかだから今日もねあのピックいっぱい持ってきたからありがとうございます <laughs> すごいなんか大阪の方のあめちゃんみたいな感じでピック入ってるんですかいつもそういうところにあの2枚だとねあのなんかもったいなくて使えないから今日6枚持ってきたすごいありがとうございます あ、年末実際使ったやつも使ったやつ。おお<ー>、あの、足りなくなったら、また言ってください。あ、ありがとうございます。これめちゃくちゃ嬉しいですね。はい。え、で、ひらきも実際、その武道館のライブも見て。はい。ど、そのライブ自体、どうだ、どんな感じな感想だったんですか。あ、夏の武道館、ええ。ええ。うん、ひらき、どうだったんですか。あの、えっと。僕が。母のお腹にいる時に。一回だけライブに行ってるみたいで。ああ。え。あ、そうなんですか。はで。 はいはい、そのだから12年ぶりにライブを見に行ってるっていうのがあって福山さんがすごくいつもかっこよくて優しい方なんですけどライブでこう歌ったりしてるところがさらに本当にかっこよくて<あ>もうすごく興奮しました。はい 聞いたはっきりと聞きました今覚えといてくださいねいやね <laughs> 嬉しいなやっぱりなんか役者の魔者とは違ってました柊君なんかミュージシャンのほうはい本当にもう全然違う感じで美波さ,さんとはまたね違ってねえ出来上がったこの映画を見てどうだったんですか柊君なんか何ですかあの、うん、ライブ うん、なんですけど、うん、なんかこうまたライブとはこう違うところから見れたりするんで、<あ>なんかこう本当のライブを見てるようでまた違うものを見てるような、うん、なんかこう、うんうん、やっぱりかっこよかったですね <laughs>。<laughs> 説明すると、はい、ね、皆さんも違ったでしょ。あの実際のライブとは違うでしょ。はい、今回のコンセプトで言うとあのー、今までもその ライブツアーとか、えーまあ、それがドームである東京ドームであるとか、えーまあ、アリナとか年末のライブとかいろんなライブ映像を収録して、えー、見てもらったと思うんですけれどもそれは今までやってきた収録してきたものっていうのはオーディエンスメッセンつまりこうライブを見に行ったあのライブの追体験をするという。 あ,あ,そこあの時ドームでやったなあんなシーンシチュエーションあったなで自分はアリーナにいたな自分スタンドにいたなスタンドから見てアリーナこうだったなアリーナから振り,振り向いてスタンドこうだったなとかっていうで、うん、ライブのこうステージを見て、まあ、つまり今まで作ってきたものっていうのはオーディエンスの皆さんの主観でありオーディエンスの皆さんの客観であると。 でまあ、記録であるとライブドキュメンタリーですかねどちらかというとで今回うん、まあ、さっきの話に戻りますけれどもライブをもう一度収録したものをこう映画館で見てもらうっていうことにやっぱ価値を,を作らなければいけないので、えー、一度見たらもうライブ見てるからわざわざ映画館行かなくていいやっていうふうにならないように映画館でしか見れないもの映画館 で映画になったライブを見ていただかなければいけないのでそれ何なんだっていうのが、まあ、ずっと僕の中でテーマでした編集をしている91011月、まあ、3ヶ月から4ヶ月弱ぐらいずっと音編集と映像の編集していましたその作業をやっていく中で、まあ、途中でこれ、まあ、気づいたんですけれどもこれは今まで作ってきたオーディエンスの皆さんの 主観と客観の目線ではなく今回の作品はステージに立っている僕自身の主観客観それを作品にしようと。でそういうふうに切り替えたら、まあ、僕の頭の中でなってるこういうふうに聞こえててほしいなっていう音こういうふうに見えててほしいなっていう演出と映像表現それを追求していけばいいんじゃないかなと。 なので実際にはライブで起こってないこともたくさん起こってましたよね。あ,のあやかしという楽曲においては、まあ、目の色が緑色に CG で加工されていたりとかで音なんかも、まあ、今日、後で言っちゃうんですけれどもあやかしで言うと、まあ、左右から僕の声が愛、えー、の手の僕の声が鳴ってセンターでメインボーカルが鳴ってとかあとはギターの音がずっとぐる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 回ったりとか。 で、曲が終わって、オーディエンスの完成。ちょっと盛り上がりが足りてなかったかもっていうところは足してます。<laughs> おい、オーディエンスしてます。おい、あ、それ、おい、オーディエンス。本当はもっとこう来てほしいっていうふうに足してます。<laughs> っていうことが起こったりとか。<laughs> はい、あの、なので、えー、作品という、だから、ドキュメンタリーではないです。あの、現場で起こったことを。 素材題材にした作品という、えー、ものに仕上げていますそうするためにはあまああまり変になりすぎるのももちろん加工しすぎるともさ違うものになっちゃうんで同じものなんだけど違うものそれ考え方としてその出発点は今まではオーディエンスの主観で作ってきたけど今回は 僕の主観で作る。それと物語性をもう一つ持たせる。それは、え、平井君に担っていただいたんですけれども、まあ、僕自身がかつて音楽に憧れ、平井君のようにあのギターを弾き、えー、もっと自在に弾けるようになったらいいな。なんだったら自分で作った曲が発表できるようになるといいな。音楽で食べていけるようになったらいいな。みたいなことを、 考えてた10代の自分が未来の自分に会いに来てそしてその姿を見ていてでその未来まあ未来っつってもまあ現在なんですけども現在54歳の武道館に立ってる僕がかつての自分のことも思い出すしかつての自分が軸を越えて現代にやってきて自分に会いに来ているまあ音楽というものはある種のタイムマシンだと思っていてあの時あの人と 恋をしていたなその時に福山のあの曲が流れていたなあの時にすごく悲しかったけれどもお父さんが亡くなって辛かったけれど福山の曲が流れていたな今聴いてもその頃のことを思い出す景色や匂いや感情をそういう音楽が持つ時空を超える力を映像表現してみるとどうなるのかなというトライも してみましたという作品です。まあ、だから福山さんの頭の中で鳴っている理想の音だったりが体感体験できるっていうことですよね。そうですね。うん、あの体験型の映画だというふうに思っていただければいいと思います。そう鑑賞するだけではなくってその没入体験するという。だ僕目線でもう見れるし、もう一つ違う目線でライブ全体を。 俯瞰で見るというかある種神の目線のような状態でライブを見るという、うん、体験型映画ですねでも福山さんあの今回特にそういうことをおっしゃいましたよね体験型ねそうですね、うん、だからライブが終わったのにもう一回ライブを見るわけじゃないですかもう一回見てるのに「ハリー・ポッター」見に行ったのに「ハリー・ポッター」の「ハリー・ポッターライド」乗るみたいなやつですよ、うん、はい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  ありますよねそうですねスパイダーマンまあ映画じゃないけどもそう映画終わってもけどもアトラクションに乗ってその映画の世界にもう一回旅をするみたいなそんな感じになればいいなとじゃあマシャ・ザ・ライドみたいな感じのことってことですかライドしていいですよ全然そういうことですよね普通にただスクリーンを見てるだけじゃないよってことですもんねそうですね なるほどね。今の聞いてどうだった、のか分かった、なんか、なんか違う意味が分かってきた、平木君。あの、すごく分かりやすい説明、ね。あ、そう。平木 <laughs> 君に分かってもらわないと。ね、うん。え、だから、福山さんも、なんか、この作品で、まあ、監督されて。さらに、なんか、続編的なものも、もっとね、ライブフィルム作りたくなってきたとかっておっしゃってるじゃないですか。今、なんか。監督というのは。 後付けけですすからねこれ言っときますけど <laughs> 最初から監督やりますとかやってくださいって言われたわけじゃなくて作っていくうちにさっきも言ったじゃないですかもう非常に消極的だったもうこれ本当にやる意味あんのかなと思ってでもまあカメラも40台以上入れますしマイクもあのオーディエンスマイクも40本以上立てますからもう最悪公開されなくてもいいんで撮るだけ撮らせてくださいっていうすごい熱意を持って。 あのおっしゃってくださったんで、まあ、撮るだけ撮るんだったら、まあ、資料にもなるし、いいかなみたいな。もう今、平井君、ちょっと今、不安そうに、もしかしたら僕やったけど、公開されない可能性があったんだっ <laughs> あったあったあ、ほらほらほら、でも、やっぱりこう実際、自分でこう、ね、映像編集したりとかしていく過程でっていう。まあ、そうですね、だから僕のしつこさに付き合ってくださった。 スタッフの皆さんのおかげで出来上がったっていう経緯ですね。だからさで,で,で、最終的にまあその監督という名前をまあ背負わせていただくと、まあ、ここまで映像の一枚一枚、あ,のあれですからね、もともと映ってないものとかも入れてますから、あのライトバングルの色とかもちょっと足りないなと思ったら足したりとか。<laughs> <あ> <laughs> そうなんですか いやしてますよだからさっきも言ったじゃないですか、はい、もうオーディエンスのこう曲がダーン終わってダーン,サンキ三級武道館つった時にわーって完成が足りないなみたい <laughs> 今グイって上げましたね今全然足りじゃないよ <laughs> でライトバングルいや先綺麗でしたライトバングル綺麗だけど足りないな <laughs> いろんなとこ持ってきてる持ってきてる <laughs> あとまあまああとあと実験も取りに行ってもらったりとかね長崎の実実験を取りに行って 「あの夏も海も空も」って歌を歌ってる時はなんか僕の頭の中にやっぱり海が広がってるからなんかじ海の実景が欲しいんだよねって実際のライブでは映してないじゃないですかだけど、まあ、私の脳内ですから脳内の可視化ですから、あのー、映像もそこに撮りに行ってもらってこの作品の中に差し込んで入れてみたりとかねいろ,いろ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 してます。